チアーズスタイル TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、2月15日。はい、早いですね。はい、早いですね。もう2月も半ばに差し掛かって。あっという間ですよ。今年になったと思ったらね。うん、2月は28までしかないし。あと3日欲しいわ。逃げる。3日欲しいわ。ね、お忙しいと思いますけども、ね、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ゲストに三角珠代法律事務所三角珠代弁護士をお迎えして、チャーズスタイル TV 女性を元気にする女性に幸せを届けるようなですね情報発信をしていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、三角先生に差し入れが届いております。はい、なんか最近ですね、ファンがねついてまして。うん、よくね、会う人になんか漫才かって言われますけど、漫才かこう、ね、本気です、はい、こちら、何ですかこれ、すげえな、何を、長老犬たこ焼きマヨネーズおかきなんかすごく演技が良くないですかこれ。これ前もなんか大阪でもらった、こんな感じのね、うん、はい、ありがとうございます。大阪に、うん、出張に行かれて、わざわざ、はい、あ、いや出張は出張でしょうけど、そう、それでわざわざ買ってきてくれた、これ、先生、これは絶対に話題になるはずだと、そう、チョロケンって何でしょうか、チョロケンとは、うん、なんか何話の人々に愛されたチョロケンっていうユーモアのあるなんか芸人みたいな、博多ブラブラみたいな感じ。本当だ、顔が。で、大阪弁のちょける、おどける、ふざけるの語源と言われていて、なるほど、チョロを見る人、福徳来たる。あ、いいですね。逆難、薬病を皆取り払うと、話し歩く姿は、なにわが生んだゆるキャラの元祖。ゆるキャラ。いいですね、ご利益。はい。ご利益。で、ここにチョロケンとはっていうのが書いてあるんですけども、うん、こういうキャラクターみたいな。博多ブラブラっぽいですね。うん、ね、ありがとうございます。武器なんですね。開ける。開けるんです、はい。これおかきに見えないんだけど、クッキーみたいなんだけどおかきなんだ。チョロが感じました。チョロを見る人、クキタルって書いてある。クキタル。はい。みんなこれ見たら、いいこときっとありますよ。ですね。はい。あとでじゃあいただきます。あとで。いや、食べます？いやいやいや。もうそういう番組では。そうね。グルメレポートではないですからね。はい、できないし。いやいやいや、できるかもしれない。本当に。これも横浜の。これ銀座から。これ横浜。これかわいくないですか？かわいいでしょ、これ。これ私から。赤い靴の。女の子。そう、かわいいですよね。めっちゃかわいい。シルエットの。さすが横浜、ね。そう、横浜。こっちは銀座。資生堂パーラーです。あ、資生堂。みんな大好き、資生堂パーラー、はい。そうそうそう。いろんなものですね。いただきまして、はい。ありがとうございます。まさに、バレンタインバージョン。あ、そうなんだ。うん、なんで、ハート。放送がね、うん。そうですね。ちょうど今ね、バレンタインの限定のものもね、たくさん今お菓子あるから楽しい時期ですけどね、はい、もう片付いてるかな、うん、で今度は3月3日のひな祭りがそうですね、はい、あるので、あられですか、そうですね、今度はねやっぱひな祭りのこうしつらえの、うん、どこもね、どこも100円のお店、うん、100均のお店とかも、もう季節ごとにどん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 、うん、クリスマス、お正月、うん、節分、ね、ひな祭りって、うん、今度何なんだろう、桜で次が子供の一言かな、うん、なんかもうね、ずっとあるよね。いやでもそういうのちょっと置いとくだけでもね、そうそう、気分が変わるので、うん、大事なことですよね、うん、ちょっとしたそういうのすごく得意ですよね。なんで、いや季節をこうちょっと取り入れる得意、急にどっからいやいやいや、なんかなんで感じた、それそういうことにすごくこう敏感、あ、そうですね、うんうん、敏感な感じがする。なんでかな、全然話してないし今日は先生ピンクで来るかなと思った、うん、今日はバカですよね、うんうん、情熱の中で、うん、はい、ですね、ということで、はいはい、まあ普段弁護士をですね、うん、されていて、でもともと正義感が強い性格でですね、まあお父さんにこう弁護士という仕事を教えてもらって、まあその性分がぴったり合ったような転職みたいな感じで今お仕事されていると思うんですけども、うん、
まあ、いろんな悩みとか、うん、その相談事っていうのがあると思うんですね。うん、はいはい、で、まあ、私たち、こう、普通に仕事を、うん、して、生活をしていく中で、それいろいろもやっとくることとかありますよね、人間関係。人間関係ですからね、すべてこの世は、うんうん。家族も職場も学校もね、うん、で。人と関わらないで生きるって難しいじゃないですか。まあ、私ね、関わりたくないなと思うこと多いんですよ。結局、うん、ネットって言っても結局相手は人ですからね。うん、あ、そうね。で、最近はロボットっていうのがあるじゃないですか。あ、ロボットがね、料理持ってきたり、そう、ロボットが受付したり、ホテルだったり。そう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 、とか、まあ、介護の職場とかでも、うん、やっぱりそのロボットが、ね、あとまあその犬のロボットとかで癒されるとか、うん、でもほら、本当のお世話はいらないじゃないですか、うん、実際に病気をすることとか、うん、ね、うん、予防注射とかもないわけなので、うん、予防注射、うん、そういうこうね、どうしても義務的なこととかも日常もないから、うん、私もそれだったらいいかなと思うんですけど、はい、なかなか人のお世話もできないような、うん、私は豆ではないので、そんなことはないと思う。で、いや、ロボット、この前、その、ビッグサイトに行った時に、その、今、まあ、ホテルとか、うん、レストラン業界でも、うん、そういうロボットの、展示会とかあってたんですよね。うん、まあ、これから、こういうところは AI 化したらいいっていう。うん、で、かわいい、お人形のロボットがいて、うん、で、それは何をするロボットだったんですか？接客をするロボットだったんですけども、うん、で、接客、いらっしゃいませっていうんですか？そうですね、こんにちはとか、うん、私に話しかけてくださいとか。で、話しかけた。話しかけたんですよ。うん、で、まあ、こういう あ、本当だ、かわいい。はい、こういう、すごいよね。そうそう、まあ、なんか本当人形さんなんですけど、うん、で、お名前が書いてあって、で、しおりんって書いてあったんで、しおりん、こんにちはって言ったんです。うん、そしたら、こんにちはって、一緒に写真撮っていい、うん、って言ったら、撮ろう、撮ろうって。あ、すごいね、やっぱり。撮ったんです。そこまで。で、もう一人女の女性の方一緒にいて、うん、もう一人のお姉さんは撮らないのって言ったんです。もう資格に入ってるからね。それで、えと思って、うん、え、じゃあちょっと撮ろう、撮ろうって言って、うん、で、その交代して撮って、うん、で、しおりん、かわいいね。って言ったら、うん、うん、ありがとう、お姉さんたちも可愛いよって言ったんです。すごい。で、そしたら私、もう一人のその女性が、うん、おかしいぞ、こんな AI は賢くない。それで、何で、ここの横にいたその係員の男性の人に、うん、すいませんってその子が駆け寄って、うん、あのロボットですねって、その誰かが喋ってるんですかって。誰かが入ってるんですかって言ったら、そこの裏にいますって人間が結局私たちすごい遊ばれてたんですよ。おかしい、バイバイとか言って、そう、私も完全にロボットだと思って。でもそれを操作だから動くのは動くんですね。動くし、喋るわけですよ。入力してこう動かして、そう、だから後ろにちょっとまあ1畳ぐらいの、うん、こうなんていうの、控え室みたいなのがこの建物の、あ、ブースの横にあったんですね、うん、確かに壁のとこにね、あそこにいますって言った。だから男かもしれないわけです。あ、確かにやばい、ね、そう。 でも動いたり、そのね、こういうこうトークをしてるから、私も全く疑わなかったんです。私も今聞いてすごいな。でしょ、ねえ、ねえ、ありえるじゃないですか。お返しするんだってね。美しいは美しいの変換というかね、ちょっとすごいコミュニケーション能力だなと思って、そう、そこまでなったらねと思ったら、もうやっぱりその賢い一人の人が、いや、おかしいと、そんなおかしいって言って、でもそんな細かいこと言われなかったんですよね、その普通の想定内というか。だけど聞いたら、なん、難しいねって言って、それなら、こいつらまた、なんか、でもみんなそうやって反応してるわけよ。そう、そこに来た人たち。そう、恥ずかしいと思って。でもそれ聞いたのが偉いよね。うん、そうですよね。聞かないんじゃないの？聞かないでしょうね、うん。だから信じて帰るんじゃない？そうです。すごいねって言ってね。ね、びっくりして。聞いたあなた方が偉いですよ。いや、私もちょっともう本当、こっぱずかしいなと思って。調子乗って。みたいな。
いや、そんなさみたいな感じ。だって人間でも、うん、そのこういうこんそんなコミュニティね、お姉さん、うん、もう一人のお姉さん取らないのとか ね、うん、そうね、で自分が褒められたら褒め返すとかね、はい、人間でも難しい、できない、できないですよ、できない、できない。まあ、やっぱりそういう、でもそういうふうなコミュニケーションができる人って人間関係円滑です、ね。ああ、そうですね、やっぱりそういうねことができるのが一番ね、うん、理想的ではありますよね、うん。そう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 。まあ進んでるっちゃ進んでるけども、うん、やっぱりアナログにかなわないのかなっていう、うん、という、まあ、面白話もありつつ。うん、大事ですね、はい。導入。導入、そうそう、枕ね。でもね、何があったのかっていうね。そう。で、いつもコメントいただく大分の関さん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でありがたいですよ。そのビッグサイトに私がいるって言ったら、関さんからご連絡があって、うん、その隣にこのレストランとかホテルのショーがあってて、うん、そこに知り合いが出店してるから、うん、行ってみてって言われて、すごいね、うん、タイミングよくね。 それでまた違うその催事だったんで、うん、もう一回入り口を通らないとゲートを、うん、名刺とか個人情報とか入力して、うんうん、すっごい面倒くさかったんですけど、うん、同じ建物の中に西館、うん、西下、ね、うん、そうそう、行ったことある。すごい広いからね。そうです、そうです。で、うん、あるんですけど、うん、入り口のその、もう主催者が違うから、うん、セキュリティも全然違って、うん、なんか、健康博覧会っていうところはそんなに大変じゃなかったんですけど、うんうん、そのレストランかフード系のものは、結構ちょっと面倒くさくて。うん、で全部最近その QR で読んで入れるわけですよ、うん、もうそれも結構必須で、うん、同じことを何回も必須するんですよ。あ、なるほどね。会社名とか書いたやんって思うけど、なるほど、なんかね、ちょっと理由は分からないんですけど、うん、もうなんかめだから後でその多分案内出すとかで知りたいんでしょうけど、うん、なんかね、鬱陶しいなと思いながら書いて、うん、で、まあ、入る時も結構セキュリティーって、でもう本当に諦めようかと思うぐらい面倒くさかったんですよ、うん、3段階ぐらい、うん、でまあなんとかだけど、もうせっかくだし、うん、もうちょっと頑張ろう、もうちょっと頑張ろうと思って苦手な、うん、のやりながら、うん、で入って、うん、まあちょっとそれも一通りもうだいぶ広かったですけど、うん、知り合いのところは別府の方でですね、うん、の竹細工とかをやってる工芸のですね、うん、最近のやっぱりこう、うん、なんていう、脱炭素って言われているプラスチックからそういう竹とか植物にすることで、うん、まあ、いろんな食卓も彩りが良くなるし、うん、その自転車の最近そのなんていうんですかね、うん、タイヤの多くを支えるところとかも竹でできてたりとか、うん、そう、とかいうところもあり、竹のブースだったんですね、関さんのお友達。そうそうそう、こういうお店したよ。舞台っていうんですか、自転車の。あ、すごいね。そう。あ、おしゃれ。ちょっと見せますね。こういうおしゃれじゃないですか。竹の舞台で。これってこと？とそこの。あ、で指の。どうでもいい。そう、でっか。でこういう竹のね、しつらいがいろいろあって。うん、で、まあ、これは私知ってたんですけど、今度こういうね、自転車のね、なんていうの、ホイールとか、うん、ホイールじゃないよ、うん、ここの、うん、ね、蓋、うん、のところが竹でできてたり、うん、あと、こういうカラフルなイグサ、うん、イグサの、ブースも、うん、関さんのお友達の方だったんです、こういうね。うん、で、普通の中に入れるインソールとかも、うん、まあ、イグサってやっぱね、気持ちがいい、うん、ものなので、うん、そういうものも、へぇ、ありました。竹細工いいですね。うん、で、まあ、そこもですね、やっぱり障害者の方を、うん、車椅子の方とかですね、そういう方を、うん、に、そういう制作をですね、うん、してもらったりして、うん、まあ、社会みんなで、うん、共存していく。そうですね、そういうことを、うん、もういち早くされている社長さんなんですよね、うん、っていうのもあったので、はい。ので、まあ、そういうお話も、はい。ご紹介いただいて、うん、まあ、やっぱり出会いは大事だなと思ってですね。うん、そういう、うん。うん。なので、ここでまた新しい出会いを、まあ、いただいたりして、関さんの、一言からですね、また、人間関係とか、まあ、私たちのそういう、
情報っていうのが、やっぱり分野が違うとなかなか、うん、接点がね、接点がない。やっぱりご紹介とかね、やっぱり紡いでいただいて。うん。だからね、やっぱああいう展示会に出るってすごいエネルギーがいるので、うん、みんな、やっぱ地方それぞれから出てきて頑張ってるなと思ってですね、うんうん、交通費もかかるし、うん、ちょうどその時雪とかも降ってたんですけど、うん、やっぱり一社でも一人でも多くの人に自分のとこの商品とか作品を知ってもらって商談につなげて行きたいという気持ちでやっぱ集まられてるわけですね、うんうん、私も何回も出たことあってやっぱすごく疲れるんですよ。やっぱり立ちっぱなしだし、うん、その人とね、うん、やっぱりそうやって営業活動を集中的にするっていうので、うんうんうんね、でやっぱ誰も来ないっていうのが、うん、結構心が折れる、うんうん、やっぱり忙しい方が、うん、心地よい疲労感みたいな充実感ってなるので、だから、まあ、本当に皆さんいい表情されているなと思いながら、はい、忙しかったっておっしゃってました。よかったですね。うん、雪の時は、うんまあ、ちょっとうん、そんなにごたごたしてなかったんですけど、うん、でもやっぱり最終日ということで、うん、結構いろんな方が、まあ、関東エリアでしょうけども、うん、この雪の中よくみんなこんな来られるなって思うぐらい、うん、たくさんの方が、うん、来られていて、うん、にぎやかにされてたので、うんうん、面白いなと思って、うん、すごいですね、うん、うんですわずかな1日でね両方見て。そうですね。はい。なので、また、なんかそこにいたらしいです。近くにいたんです。びっくりして、今聞いたんですけど。まあ大体ね、うん、愛子さんも直感の鋭い人なんで。はい、あ。びっくりした。なんかなかなかね、うん、東京に、ここからね、うん、福岡から行って、同じタイミングでいるっていうのもすごいことだなと思うんですけど、うんうん、ね。まさか先生も別件で関東の方にいらっしゃったということですので、うんうん、はい、はい、ありがとうございます、はい、でまあ先生はまあその人間さっき人間関係からロボットの話になってちょっと話題がそれてしまったんですけども、うんうんうん、まあ人間関係がですね付きまとうところにはやはり喜びとか幸せもあるけども、うんうんうん、まあ裏返すとその行き違いとか誤解とかやっぱそういうトラブルの種っていうのがたくさんあるということで、うんうんうん、今回、ちょっと、まあ、ご質問というかですね、相談が来てるんですね。うんうん、で具体的に、まあ、相談としてはですね、その会社にお勤めの方なんですけども、うんまあ、就業規則についてなんですね、うん。で、就業規則の説明を受けたこともないということで、急にその上司から、うん面談をすると言われたと、うん、でその面談っていうのが評価面談だと、うん、こうちょっと怖い感じを受けるじゃないですか、うんうん、なんとなく、うん、でそういうまあ昇給とか、うん、でもちろんその業績によるということが、うん、企業は前提だと思うんですけども、うん、やっぱりそういうこと聞いてなかったなっていうのでそういう時のこう心構えとか、うんおとなしくその上司の言いなりになっていいのか、うん、その自分がおかしいと思ったことをどういうふうにその表現をしたらいいのかっていうところが、うん、なんか悩んで、それが不信感になっているというような、うん、話が来てるんですね。で、その労働条件通知書っていうのはもちろん、うん、ね、出したりするんですけども、うんまあ、うち の小さな会社でもそういうことはきちんと社労士に相談してやってますけども、うんうんまあ、その面談の時のなんかこう心構えみたいなのって、うんまあ、労働環境を良くしてほしいっていうふうに、みんな思ってると思うんですよね。で、できることできないことはあると思うんですけども、うんうん、その伝え方とか何かありますかっていう、うん労働環境。はい。とか自分の、まあそういう面談をどういうふうに、起こし、ちゃんとその面談を進めたらいいのか。うん、で、やっぱりその会社自体変えた方がいいという気持ちがあると。会社自体会社の環境、その人間関係とか労働環境を変えた方がいいっていうのは前からあるということで、うんうん、はい。水着で。水着で。労働環境変えた方がいい。はい。
いやいや、まず就業規則なんですけれども、まあ、従業員の常に目にできるところに置いとくことや、など、まあ、法律で要求されているので、はい、まあ、それはちゃんと言った方がいいですよね。そういう設置を、就業規則の。うんうん。どこにちゃんと置いとくとかね。まあ、そうですね。うんうん、もう全く手に取れないようなところがあるんだったら、それは、法律に反するので、うん、はい、常に目に置け、届くところに置いておく。うん、置いておいてほしいというふうに、うん、言うと、うん、まずね。はい、まあ、それは理論的にですね。はいはい、それから評価基準ですけど、はい、評価基準も聞いておくことですよね。面談前。だと思うんですよね。確かにその、やっぱり評価基準、評価って評価制度を取ってるところって割とあるじゃないですか。人事とか、はいはい、国もそうかな、うん、地方公共団体とかでもあるんでね。うんうんうん、でもやっぱり怖いのは基準がなくて、その採用する、うん、その人事課担当の人のこう、うん、なんていうか、好き嫌いとか、ね、嫌いで感情とかですね。そうそうそう。が、うん、揉める、揉めますよね。それでこう、なんていうか、うん、配置替えとか、本当に揉めるわけですよね、うん。本当に正当な評価なのかとか。うんうん、だからやっぱり常にこう人事評価っていうのは当然ですけど、やっぱり項目とか基準とかをやっぱり具体的明確にしておくことが必要だし、やっぱりその面談を受ける前にどういう基準なのかっていうのを知っておくことはすごく大事ですよね。うん、いや、それはよくわかります。それがないとね。うん、それがないと自分もそう、どこまでそのやればいいのかわからないですよね。うん、例えば、どうなんですか、まあ、ちょっと私も会社で営業したことはないですけど、例えば営業だったら営業成績っていうのがこう一つ大きな、うん、はい、分かりやすい指標ですよね。そうですね、やっぱおもてなしとか、うん、お客さんに喜ばれるとか、うん、例えば会社をきれいにするとか、うん、お掃除するとか、ね、うん、する人しない人ってもいるわけですよ、うん、でもそれってすごく評価基準って難しいので、うん、週に何回こういうとこの片付けをしたとか、うん、1日に何回ファミレスとかも書いてあるんですけど、バスとかでも書いてあるじゃないですか、うん、何時に、うん、誰がその掃除したとか、うんうんうん、だからそういうところがある程度、うん、ないと、うん、数値化っていうのが、経営者にとっても結構ね、うん、課題なんですよね。うん、なるほどね。で、じゃあその数字だけでいいのかっていう問題ももちろんあるので、うんうん、その数字とこうクオリティっていうのが、うん、じゃあ回数だけ多ければ、うん、そのいいのかっていう問題ももちろんあるけど、うんうん、やっぱね、その、まあ本当にその人事評価って難しいなとは思いますよね。うんうんうん、と思いますけどね。うん、うん、でもそれで悩んでる人って多いんじゃないかなと思うんですよね。んどういう、そういう人事評価とか、うん、自分がこんなに頑張ってるのに認めてくれないとか、うん、で営業職ではない人っていうところも、うん、そのどれだけお客さんに対して、うん、もしくは社内の、うん、環境づくりとか頑張っているっていうところの努力が、うん、こう報告が、こう業務報告ぐらいしかないわけですよね。うん、何時から何時に何をしました、うん、だけでは、うん、やっぱりその評価につながらないので、うん、どういうふうな工夫をしたかというのと、うん、どういう改善点があるとかっていう自分の意見を言うっていうのが、実はやっぱすごくこう大切なのかなと思っていて、うん、かそういうのがないと、なかなか、うん、家庭の主婦もそうだと思うんですけど、うん、やっぱりその当たり前みたいな、ルーティーンで、うん。だからやって当たり前みたいに思われるっていうのが尺なわけですよね。うん、だから、やっぱり、うん、こう、評価っていうのが、その、うん、まあ、お掃除、うん、よくね、こうやって、ふうみたいなさ、うん、こう嫌味みたいなのがあったりしますけども、うん、その、見える化しないと結果いけないし、うんうんうん、ね、で、一日何回とか、うん、その、ある程度数値化とレベルをここまでっていう、うん、みんながこうガイドラインを分かるように、うん、その、うん、していくっていうのが、うん、大事かなって、うんうん。で、その、さっきの人事評価とかでも、うん、やっぱりその、まあ、遅刻とか、うん、欠勤とか、うん、そういう約束を守らないとかはもう論外だと思うんですよね。うんうんうん、その、で、でも、早く出てくる人っているわけですよ。うん、で、その、まあ、15分早く出てくるっていうことは、どういうふうに、その、姿勢として評価するのかとか、うんうん、そういうのは結構ね、こう、社労士さんとかも、うん、悩みっていうか、うん、相談を受けるとは言ってますもんね。うん、いいことはね、いいんだけど。うん、いや、だから本当に、うん、
やっぱり割とその小さい会社であればあるほど、はい、オーナーの意向っていうのが強く反映されてしまうでしょうから、うん、まあどこもね、客観的に基準は持たないとやっぱり揉める原因ではありますよね、うん、はい、それだけは言えますよ ね、だからそのなんかおかしいなとか、うん、そのもやっとしたら、うん、そのどういうふうに上司の面談の時におかしいな、うん、なんかそのまだ面談の時にはだって、うん、あ、評価査定が出て面談ですかね、順番的に、うん、どうなんだ、評価が出て面談を受けるんでしたっけ、面談があって評価、うん、だから評価する前に面談がこの方の場合は、うん、そうです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 、うん、だからやっぱり その中で何の回答もしきれないんじゃないですか、うんうんうん、そうですね、うん、だ例えば基準してたら、うん、その質問はこのどの基準かっていうのが把握できますよね、うん、だから回答の仕様がある、はい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 、そうですね、うん、だから質問の意図がわからないと思うんですよね、基準がわからない、うんうん、結果が出ないとですね、結果が出ないとじゃなくて、その要するに評価基準ってすごく大事で、うん、やっぱりその自分は良かれと思ってやってることで全力尽くしていい仕事したと思って、うん、実は周りもすごい喜んでる場合で、でもなぜかこう評価って言われてるものとこうズレがあって、うん、査定がマイナスで出たっていうこともなきにしもあらずなのかなと思うんですね、はいはい、でやっぱそこで人間が納得できないのは、例えば評価の基準が分かっていたらそれに見合う行動をしたって言えるってことが納得できるんじゃないですかね。でその基準がおかしいと思えば基準に対して意見を事前に言えるわけですよね、うん、なんでこの仕事に対してそれが基準になるのか、うん、だけどそういう基準についてのこう事前の準備とかやっぱりそういったものが与えられない状態で、うん、あの準備とかその努力ですかね、うん、が与えられない状態で一生懸命仕事をした結果それっていうのは納得いかない、うん、そうですよね、そりゃそうですよね、だからやっぱりね、うん、お互い評価するって評価基準っていうのを設けるんだったら、あ、評価そういう制度を設けるんだったら、うん、やっぱお互い納得できる基準を設けた方がお互い気持ちがいいと、うんうん、だからそれはやっぱりその経営者側もやっぱすごくあのどういった会社でどういったお互いチームワークでやると、うん、要するに結果にコミットするかっていうことは、うん、少しこうやっぱりこうもっと立体的に客観的に、うん、やっぱ数値の分析とかからやらないと、例えば早く出てきたらいいとか、うん、なんか最後までやるのが偉いとか、そんな時代ではないですよね、うん、だからやっぱりそういうオーナーのやっぱセンスが求められてる時代には入ってますよね、本当そうですよね、うん、結局はね、あのやっぱりその決定権というか、うんうん、持ってるのはやっぱトップの、うん、あの幹部なわけですよね、うん、だからやっぱそこの考え方っていうのがやっぱ出てくる、うん、もう如実に、うん、こういうね、うん、でしかもその大きな会社ではない中小企業とかであればあれなおさら、うん、やっぱりそのやっていることはみんな、うん、まあ、ほぼ同じようなことをやってるわけですよ、うん、こう段階があんま特になくですね、うんうん、だからやっぱり自分が、みんなが自分ごととして、うん、まあ、やっていく、うん。で、そこでやっぱ話がこう、しやすいかどうかっていうとこかなと思いますね。やっぱ話がね、しにくい労働環境みたいなので、うん、その辺がね、うんうん、やっぱりね、うんうん、とは思いますよ。うん、はい。お電話。うん、はい。すみません。はい。じゃあ、一旦まあ、こういう相談もあるということなので、うん、周りで逆にそのこういうふうにして自分はこ うまく、うん、あの職場を良くしたよとか、うん、上司にこういう意見言ったよっていうアドバイスがあればですね、ぜひ教えてもらいたいと思いますので、うん、そういうので困ってる人もいて、まあ、みんなそれぞれ経験がないと困ると思うので、うん、はい、まあ、そういう意見も募集したいなと思います、うんうん、はい、まあ、そのすいませんね、今ちょっと仕事では何回も同じあれだけど、うん、やっぱり人間が納得できないのは自分が評価される対象になって、それ なること自体が緊張があるわけで、うん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 、やっぱりそれがどういう評価基準かっていうのはやっぱり知らされると行動ができる、うん、何でもそうなんだけれども、うん、なぜそうなのかっていうのが分かれば人間は納得しますよね、うんうんうん、
だからやっぱりコミュニケーション、会社でやっぱりコミュニケーションを取るときに、うん、なぜそうなのかっていうのが説明できないものは、うん、やっぱり伝わらないってことだよね。うん、だから感覚的に、例えば上司が部下にこうしろ、うん、ああしろとか言うことが、うん、ちゃんと落ち着いて、うん、まあ、説明できて納得できる、うん、誰でも客観的に納得できるものであれば、うんうんうん、そうだけれども、うん、そうでなければ、まあ、感情とか気分でね、うん、やっぱそういうところも、うん、あのそういう会社もですね、やっぱあると思うんですよね、うん、やっぱそういうこう幹部のご機嫌とかで、うん、っていう、うん、いいことでは絶対ないんですけども、うん、やっぱりその、うん、きちんとね、うん、そういうところ客観的に誰が見ても納得いくような、うん、学校の成績だってそうじゃないですか、うんうん、やっぱり合格不合格っていうところが最近は開示されるわけですよ、うん、何点で何点足りなかったとか、うんうん、この合格ラインがあって、うん、で偏差値というものがあって、うん、でその中の自分がどこの位置だから、うん、あのこの、ね、レベルのところを目指そうとか、うんうん、で受けた後も内申点だって、うん、このまあいろんな評価基準があると思うんですけど、うん、まあ、5、4、3、2、1だったら、うん、その割合だったり、うん、ここまでクリアしたら4とか、うん、ここまで、ね、あのクリアして、うん、相対的にできてたら5とか、うん、あの評価基準っていうのは教育現場もあるわけですよね、うん、だからやっぱそれは職場でも同じですよね、うんうん、あの評価しにくいことももちろんあるでしょうけど、うん、そういうのはあの、まあ、そういう人事評価の専門家もいますし、うん、経営者の勉強会とかもやってるので、うん、まあ、ただそういうのにちょっと納得いかないとか、うん、こういうのパワハラになるんです、うん、それを押し付けてきたら。いや、基準はだってそういう制度取りますという会社あるわけですから、うん、ならないですよね、うんうん、でもそこの円滑に自分の意見を言うっていうところの相談みたいな、うんうん、こういう人がいてこういう上司がいてその先生のところに相談行く場合はですね、ああ、パワハラで、うん、パワハラっていうのはなかなか難しいわけですよね、うん、どっちが原因かということも意外にあってですね、うん、まあ今もそういうなんていうかそういうワンマンなあの企業とかブラック企業と言われているところは実際あります。なのでまあその評価基準とは別にですね、やっぱ日頃あの罵倒されるとかですね、自分だけあのちょっと他の社員と違う扱いを受けてるとか、うんうんうん、そういうの感じますよね、うん、でそういう方は相談に来られますよね、うん、あるいはもう無能だとか何とかっていう、だから人事評価は評価制度であって別にパワハラでも何でもないわけです、うんうん、ただそれをその仮にその、まあ、評価あったとしてその評価これです言えばいいもの、お前なんて何とかだとかそういうのを言われたら、そういう言動、うん、があればパワハラにはなるんですけど、客観的な基準があってそれに満たしてるか満たしてないというのはパワハラじゃないと思います。うん、まあ、その制度の中の話だからですね、うん、だから今日、まあ、ちょっとさっきお話っていうかね、ご相談見させていただいたばっかりでちょっとなかなかうまく整理が、うん、できてませんでしたけれども、まあその就業規則をまず備えてもらうことや、うん、やっぱりそういうあのね、あの、うん、そういう評価基準、制度があるなら評価基準を示してもらうことをしてもらったらどうですか、うん、それだけでもある程度スッキリすると思いますよ。他の、ね、職員の、うん、他の社員の方にとってもいいことですもんね。もちろん、ね、みんな言えないだけかもしれないし、まあ、分からないとかね、うん、あるいは意識がないか、うん、もうそういうものだと思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。うん、そうですね。で、自分だけがそれがおかしいと気づいているときにどう動けばいいかということなんでしょうけれども、他の人は言わない中でね。うん、まあ、でもそれは自分の選択なので、うん、やっぱりそれは気になるものは質問していってっていうことは必要なんじゃないかなと思います。うんうん、そうですね。まあ、それでその場所が自分が長くいる場所ではないとか、うん、それは選択の問題ですよね。うん、その後のね、はい、どうするかはね。うん、だと思いますけどね、うん、まあ、基準っていうのは常にやっぱり客観性がある必要があると思います、うん、評価するなら、うん、そうですね、うん、まあ、仕事の時間が私たちの人生の中ではやはりあの半分以上を占めるわけでですね、うんうん、で、まあ、もちろんその家庭生活とかももちろんその半分占めるようなあのどうしても、うん、左右する、自分の人生を左右する一つの大きな要素だと思うので、うん、まあ、そこは気持ちよく過ごせるような、うん、ことに一歩でも進めるように、うん、客観的なそういうデータだったり、うん、まずできそうなことをやってもらえないですかっていうふうに、うんうん、ちょっと
ね、ご相談するっていうことからですよね。うんうん、だと思います。なんていうか、なんでもそうですけど、やっぱりその歩み寄るっていう前提がある場合は、やっぱりこう、よりベターな、なんか、コミュニケーションの仕方が、やっぱりその、もう、攻めてる、うん、最初から攻めるような口調であれば、もう向こうも心閉ざすので、まあ、最初から対立しますけど、しかし、そうではなくて、そこの会社にいることが前提で、とかね、自分が。しかし、環境を良くしたいというか、やっぱり自分もそれ以上超えると、やっぱいられなくなるっていうか、やっぱ精神的に持たなくなるっていう時に、やっぱりその、なんていうか、やっぱこういうふうにされたらどうですかっていうことは、提案、うんうん、はいいと思うんです、うん。だから、感情的な提案じゃなくて、この会社全体とか、この会社の未来のための、うん、その提案っていう意味で、うん、ポジティブな意味でですね、うん、やっぱりそう人ってこう今を否定されることが辛いんじゃないかなと思うんですよ、うん、これまでの今現在で過去の結果なので、はいはい、だから今を否定されてるような気持ちになってしまうと、うん、要するに今の制度を否定するっていうことはこれまでの会社の歴史を否定するので、うんにというふうに感情に受け止められがちだっていうことは理解しておく必要があって、人に物を言うときに。はい、はい、そうですね。だからやっぱり未来思考でどうだと。うん、未来思考でどうだということであれば、うん、話がしやすいのかな、うん。やっぱりその喧嘩するために評価制度を聞きたいわけじゃないでしょうし、その喧嘩するために就業規則を聞きたいわけじゃないんですよね。うんうん、やっぱりそのお互いの不信感を取り除くために、ね、あの、うん、就業規則を見たいし、評価基準がどういったものかっていうのを知りたいわけですよね、うん、ある程度。細かくは難しいかもしれませんが、うん、大きなところで。そうですね。だからそういうやっぱり、難しいとはいえ、やっぱりそういうコミュニケーションを続ける努力はお互い、どんな会社であれ、人と人がね、会社じゃなくても、家庭でも学校であれ、お金が発生しない関係性であっても、やっぱり必要なことじゃないかなって、やっぱり人は否定されることが一番辛いので。まあ、そうですね。やっぱちっちゃなことでも、ご契約書まで、交わさないとしてもですね、やっぱりその合意っていうのが、あってスタートっていうところをですね、みんながこう思ってないと、こうだろうっていう見切り発車とか、私もやっぱ、なんていうか、良かれと思って、先回りをしてとかっていうことも、あるんですね。で、やっぱりそれをすることが、いい方に出ることもあれば、悪い方に出ることもやっぱりあるので、まあ、そのあたりは、やっぱり人間関係、みんながきちんと客観的にこう合意が取れるような、ものの言い方とか、示し方はしていかないと、まあ、経営者とかそれぞれのいろんなプロジェクトのリーダーとかもそうだと思うんですけども、はやっぱそういうの気をつけないといけないですし、まあ、そういうものに指示をもらう方だったら、そこにちゃんと自分の理解が客観的にできるのかとかいうのを言える人間関係作っていかないと、ね。まあ、でも、まあ、何かそういうちょっとしたこう悩みだったり、あれば、まあ気軽にですね、お知らせいただけたら、ちょっと一緒にみんなで考えて、また見てる方の中でも、こういうふうな自分は事例があって、こういうふうに乗り越えたとか、まあ自分は経営者なんだけど、こういうことを気をつけますとか、いうコメントがあれば、ぜひいただければ、また発展的にですね、一つの事例がよりよく、なっていくのかなとは思います。これがまあ予防につながっていったり、でもやっぱり今日のご相談はありがたかったのは、やっぱり評価基準ですね。これすごく意識した方がいいと思いますね。やっぱりお互い。うん。うん。これは今日、なんか改めて思うに、やっぱり自分が評価されるってなると、なんともすごいですけれども。いやもうちょっとやっぱり構えますよね。構えますよね、はい。だからやっぱりある程度でもさ、そこが人生の全てではないのですよ。しかし、やっぱりそこで働いている以上はそこで、人生の多くを時間を過ごすわけです、はい、だからやっぱりでしかもその会社にはいろんな業種があって、そこで利益を生み出すた、どういう業種によって利益を生み出すかっていうのは、業種内容によって全然違うわけですよね、はい、でそこで自分がいる部署によっても、そこで会社のチームの一員としてどういう働きが会社全体の利益を生み出し、あるいは
ずっとこう持続可能的に会社がこう経営されていくっていうか、うん、ところの位置づけになるかっていうのは絶対常に分析が必要ですよね。だから位置づけが必要になるから、やっぱり一日の大事な人生の大事な時間を過ごしているときに評価対象になるということであれば、基準が分かればそれ向かって逆に言えば努力ができるわけです。うん、そうですよね。だからやっぱりあるべき姿っていうのを、やっぱり会社は従業員さんにこうしてほしい、ああしてほしいっていうのを明確に、場当たり的ではなく、やっぱりある程度ビジョンを、会社としてこういうチームとしてはこういうふうな働きで、この部署はこういうふうで、全部有機的関連的にはこういうチームになるんだっていうのを常にやっぱり言い続けないと、でそれがそのまま評価になるんだったら誰でも納得できるんですよ。さっきは評価基準を客観的にって言いましたけど、結局それもそうなんですけれども、だからそこのところをやっぱりどんな会社も、やっぱ家族も、やっぱりコミュニケーションを、やっぱり密にどうしてほしい、ああしてほしいっていう、そうなんですよね。お互いのズレをこう調整しながらやっていくといいのかなと。そうですね。いいお題をいただきました、今日。そうですね。いや、なんかそれが、よく私たちの勉強会とかでも、やっぱ経営理念とかいう言葉につながっていくんですね。じゃあ何のためにやってるのかって、目標と目的っていうのは違って、まあ、目的がある上で、目標っていうのは道しるべを作っていくんだと。で、それが年間計画、月間計画、まあ、週間計画で毎日、そのためにこうやって自分たちは一つ一つ、やっぱりそのタスクをこなしていって、それを1ヶ月後にこういうふうに持っていく、ね、半年後にこうやって持っていく、で、ゆくゆくこういうふうに広げていくとか、当然そのお仕事はですね、なんとなく私たちはその過ごしているわけではないので、やっぱりこう成長。そうです、進化成長。はい。するためには必要なもので、でもそこにはやっぱりそのルールがあって、枠があって、で、そこに評価っていうのがあって、それは本当は評価っていうものは、プラスに働くものだと思うんですね。予定よりもうまくいったから、まあ、加点みたいな、みんなで褒め合おうみたいな感じに持っていくのが一番いいと思うんですけど、まあ、ね、そういうところが、こう、逆に、なんていうのかな、評価基準、上司からの、まあ、この評価するぞっていうふうに言われると、多分、理想はね、その評価基準はどうしても本当に、本当に、なんていうか、労働意欲がない人のためにあったらいいと。はい、を評価するため。なんていうんですかね。何が言いたいかというと、基本的にはやっぱりみんなを前向きに持っていくのが経営者なんで、そうですね、あるいは長所を生かして短所をカバーするのが経営者の仕事だと思うので、やっぱり評価は下げるための評価っていうのではなく、こういう、やっぱりさっきも愛子さん言った経営、こういうふうに持っていきたいんだっていうことを言い続けて、で、やっぱり一人一人の、やっぱ長所がこう生かされてるんだっていう、結果にコミットしていくんだっていう、やっぱり関連付けを常にしながら会、社員の士気を上げていって、で、その評価基準とはどうしても、その努力をもってしても全く労働意欲がないとか、もうずっと欠勤するとか、まあそれは明らかに就業規則違反になるけれども、やっぱりどうしてもっていう時に評価基準があるとやめていただきやすいというか、納得していただきやすいための基準だったら意味があるかなと、逆に発想しました。なるほど。はい。そうですね。なので。まあちょっと何言ってんのかって感じがしません、するかもしれないけど、落とすための評価基準ではなくてっていうの、愛子さんの言葉にね、ちょっと乗ってみました。はい。まあ、やっぱりみんな仕事を通じて自分の自己実現をするとか、その自分の人生っていうものが、私みんなそれぞれ何か役割というか使命があると思うんですね。それも子育てでも大きな使命だと、そうですよ、はい、思います。ね、介護とか、まあ、それぞれがやっぱり何かタイミングとか理由があって、今自分がそういう立場にいて、その与えられたことをやっぱ全力でやるってことの先に、何かまたいい出会いとか、いい自分の気づきとか、自分の成長っていうステージが待ってると信じてるんですね、私はね。なのでやっぱりみんな違うので、羨ましいとか私も思いますけど、いいなとか、やっぱ本当落ち込みますけどね、そういうので。だけどもう人と比べるものではないっていうのを、もう日々頑張って自分に言い聞かせないと、
いけなくて、だから、まあ、仕事っていうところも、まあ、より快適に過ごしていきたいというところは変わぶれずに、まあ、あの笑顔でコミュニケーションできるようになると、まあ、一つ自分が成長できるのかなと思いますね。なかなかムカつくとね、ハートなんかイラッと顔に出ますけど、出ますけど、それが普通ですけど。まあね、喜怒哀楽ありますからね、うん、人間なんて。ね、でもまあそこを、まあ、乗り越えたら、こう自分の成長につながる何か。やっぱり今日のテーマっていうのは、主観より客観というか、やっぱり人が集う以上は客観的な視点っていうのは常に必要なんだなっていうのが。パートではね、主観っていうのはあって、情熱とか思いやりとか愛とかね。だけどやっぱりその、やっぱうまく円滑に行くには、やっぱり客観的にお互い、経営者も従業員も、そういう知性理性の上に、その発展っていうのがあるのかなっていうのは思います。うん、そうですね。まあね、とはいえね、ワンマンなね、やっぱり人もやっぱりまだね。ああ、それはまだ ね、また別次元の問題なんで。ね、別次元でね。いやいや、それは本当にパワハラがあったらパワハラの話をしてください。うんうん、あの今日の話はね、あの評価基準と就業規則のところで話しましたので、そういう、なんていうかな、理想的な話をし続けましたけれども、もちろんそういう、以前の問題で、もう基準も何もなくて、とにかく朝から晩まで働かされて、で、成績上げても足りないって朝から言われてっていうような。とかね。モラハラパワハラ、ね、とか、一人だけ無視されたりとか、一人だけ大量に仕事くれたりとか、一人だけ仕事をもらえずとか、そういうことがあったら、ぜひご相談ください。そうですね。はい。はい。まあ、やっぱりね、その短絡的な話じゃないと思うので、まあ、あの、もやっとしたら、まあ、何か、あの、コメントとかいただければ、うん、まあ、ここでまた ね、はい、お話もですね、そういう、まあ、一人、あの、自分がそういう経験したら、もう絶対、同じ経験してる人は山のようにいるわけなので、あの、決して一人だけとか、自分だけではないと思っていただいてですね、はい、もう、それはありますね、辛い思いとかもありえんとかと思っても、まあ、似たような、あの、違う境遇でも、似たような、経験の方っていうのはいらっしゃったりもしますし、先生もそういういろんな方のご相談を受けられているので、こういう時はこうじゃない、こうじゃないっていうような、あの、いろんなジャッジというかね、あの、提案というのもあると思うので、まあ、みんなが、あの、本当に笑顔で過ごせることがですね、何より大事だと思います。ただ、まあ、なかなかそういう、そうは言っても人間関係だったり、ね、いろいろ、あの、あると思うので、感情とかもですね、まあ、自分の感情は自分で整えながら、自分の心を整えながらですね、過ごしていけたらいいなと、はい、思います。それは日々ですね。日々、はい、そう思って。一緒です。はい、刻々とですね。はい、本当そうですね。一歩一歩ね、そう思います。はい、ということで、チアーズスタイル TV ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、お忙しい中今日もありがとうございます。ちょっといろんな電話やらないので、はいはい、ちょっと気になってしまいました。すいません。どういうことないです。いや、ちょっとお忙しいところありがとうございます。すいません。では、あの、私たち今からこの、あの、おかきをですね、ちょっとお茶菓子でいただきながら、はい、反省会をしたいと思います。すいませんでした。いえいえいえ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、午後も素敵な一日をお過ごしください。はい。ハブはナイスデー。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お仕事頑張ってください。